続きまして石垣のり子参議院議員も応援に駆けつけてございました。お願いします。皆様こんばんは。今日も朝から国会前に駆けつけてくださった皆さん、そして、お疲れ溜まっているところはこうしてまた有楽町前にもお集まりいただきまして本当にありがとうございます。ご通行中の皆様もぜひとも通りがけで耳を傾けていただきたいと思います。昨日まで皆さん夜も国会前に来てくださったり、いろんなところで中継ご覧いただいていた方も本当に多いんじゃないかと思います。眠れない夜を過ごした方たちもいらっしゃるんじゃないでしょうか。本当に私たちも明日いよいよもう強行採決かという思いで、もうどうしたらいいんだろうかと、できることを最後まで何としてもやりたいという思いで、今朝を迎えました。8時50分、皆さんもご承知の通り法務大臣の問責決議案を立憲民主党として提出をいたしました。本当に皆様のおかげでございます。皆さんの連日のお声が少しずつ広まっていって、大きな大きな力になって、ここで一つひっくり返すことができた、本当に感謝を申し上げたいと思います。そして連日参議院の法務委員会委員は20人いる中で、立憲、社民、そして共産会派は4人でございます。そこで戦っている、さらには心ある衆議院の法務委員会、この委員、今日も鎌田さんも来てくれていますけども、本村さんも含めてですね、こうやってアシストを続けてくださっている本当に仲間の議員として心強い限りです。皆さんよかったら大きな拍手を送ってください。私たちも心から皆さんに連帯の拍手を送りたいと思います。今日私が問責決議案を出したということをツイートしましたら、そこには多くの賛同をいただいたと同時に、なんだ立憲、こんな時間稼ぎをして何になるんだというような方がいらっしゃいました。中にはそういうご意見をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。本当にただの時間稼ぎでしょうか。この1日2日が大きな大きな今後の展開を変えていく、その可能性を秘めた時間だと皆さんは思いませんか。実際にこの1日2日の間に何が起こったか、台風の中大阪入管の視察に行った議員団、申し上げてます。あの台風の中です。よくたどり着いた、たどり着けなかった方もいたけれども、その思いは届いたと思います。その中で寝てをしながら診療していた医師の実態が一部明らかになりました。その資料を持って今度は昨日行われたヒアリングの場で入管庁に問いただしたら、いや私たちからは答えられない、そんな対応はとてもじゃないけれど許しておくことは私たちはできません。本当にふざけるなです。資料が出てきてもそれは本当に私たちが作ったものかわからないのでお答えは差し控えさせていただく、大阪入管の言ったことが正しいかどうか私たちで確認させていただく、いつまで確認をし続けているのか、実態を把握したのは1月20日といって、今日はもう何日ですか、何ヶ月経ってるんですか。年度またいでちゃんと処分をしないことなどありえますか。皆さん、人の命を何だと思っているのか。改善したと言って資料を出してきた、その中身が間違っているわけです。もうこの法案の、その進めてきた政府の言い分壊れてるじゃないですか。今回出してきた改悪法案、立法事実として出された参与院の発言も法務大臣が不可能だと言って否定してるじゃないですか。決してこの状況でこの改悪案を進めてはならない、こんな法律を通したら国家権力の言いなりでどんな悪い法案でも通る、そんなこと決して皆さん許してはいけないと思いませんか。外国人の人権を守る前に日本人の人権を守れ、そうした言葉をぶつけてきた方もいらっしゃいました。中には通っている方で、なんだよ誰のためにやってんだよ国会議員、そんなことを思っている方もいらっしゃるかもしれません。皆さんいいですか、人権に国籍は関係ないですよね。
人が人として生まれたら誰もが持っている権利、これを守っていこうということが本当に真の日本人、私たちにとって、この日本に住む人たちにとって大切なことなんじゃないですか。日本人のために働けなんていうようなことは、日本人の本当に人生と人格を疑われる、私はそうした発言だと思います。この入管法改悪案に反対の声を上げ、人権をしっかり守っていく、国際水準にのっとった人権の基準にのっとって入管行政を日本で立て直していく、そのことを訴えることこそが私たちにとって今本当に大事なこと、私たち全員の人権を守ることにつながっていると私は確信しています。明日参議院の本会議が行われます。もちろん私たちは数の力で明日の採決、法務大臣の問責決議案、普通に考えたら否決されるでしょう。そしてその後また参議院の法務委員会が開かれ、与党の委員長職権によってこの強行採決が行われるかもしれない。確かに私たちは今そういう予定の中にいますが、今日こうした皆さんの思いが少しでもマスコミにもさらに取り上げられて、多くの方に伝わって大きなうねりとなって、ちょっとずつでもこの法案を廃止に向かって動かすことを私は信じ、皆さんと連帯していきたいと思います。今日も本当に雨の中ありがとうございます。私は法務委員会には所属しておりませんので、こうやってアシストをすることぐらいしかできないんですけれども、できるだけ皆さんに、さまざまな国会内で行われている、ヒアリングも含めてですね、知っていただく機会を、作っていく、そういう手伝いをしていきたいというふうに思います。そして発言をする機会があれば、こうして皆さんの前でお話をさせていただきたいと思います。本当にお集まりいただきましてありがとうございます。最後まで諦めずに頑張っていきましょう。本当にありがとうございます。ありがとうございました。石垣のりこさんでした。この素敵なステージも石垣のりこさんに借りることも早1ヶ月近くなってきたんじゃないでしょうか。これからもずっとですね、石垣のりこさんにこのステージを借りて廃案まで借り続けたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。少し雨が強いようですので、もし傘など持ってない方は脇に来ていただいても結構だと思います。そうし